公務員試験が来年あります。いい勉強法はありますか？最近まで公認会計士の勉強してたわけじゃないですか。で、公務員試験の勉強はちょっとわからないんですけど、僕が感じた資格試験受ける上でのポイント、これを学ぶといいよって言われてる市販のテキストあるじゃないですか。まずはざっとでいいから一周しましょうと。その上でやった方がいいなって思ったのが、その過去問をとりあえず解いてみる。解けないと思うんですよ。解けなくていいから、じゃあ次に何するかっていうと、自分が学んだテキストを見ながら解いてみる。テキストをどういう風に学べばいいのかとか、テキストのどういうところから出るのかっていうのが分かったりするんですよ。さらに言うと、テキストではどうしようもない問題も出るっていうことも分かったりするんですよね。テキストを見ながら、え、これ解けないじゃん、テキストを見ても解けないじゃん、あ、これって現場でこういう風に思考プロセスっていうか、その現場思考で問題解いていくんだっていうのが分かったりするんですよね。公認会計士で言うと、論文式試験は全く見たことない問題が出るわけですよ。で、そういう問題にテキストを見ながら解けるかって言われたら、テキストに書いてないことをしか出ないって言ったら言い過ぎですけど、が出るたりするんですよね。それを知らずして、とりあえずこのテキストをやり込めばいいんでしょって思ってしまっては、時間がもったいないことになってしまう可能性が高いわけですよね。結構テキストを見ながら解けるのはこういう風に問われて、だからテキストの勉強はせめてこういうところは覚えなきゃいけない。でも、こっから先のここの部分っていうのは、テキスト書いてあることを覚えればいいってもんじゃなくて、思考過程をこういう風に活かしていけるようにしなきゃいけないんだなっていうことを過去問を通して学べるわけですよ。もしかしたらこのテキストだけやれば万全なのかどうかっていうのを過去問を通してイメージも湧くし、逆に、あ、全部テキストに載ってるじゃんってなれば、もうそのテキストをやり込むモチベーションっていうのがめちゃくちゃ上がるわけですよね。なるべく早いうちに過去問解いてみるといいんじゃないかなって僕は思いました。言ってるのは、来年ありますって言って、まだ時間的余裕が結構あるということで、まあ、ちょっとね、そんな感じで、来週とかだったら過去問は見るべきなんですけど、戦略出る前にとにかく1個でもいいから詰め込むっていう方が良かったりするかもしれないので、まあ、状況に応じて